ルイス・ベイマー、ルイス・ベイマー、ルイ・ビーマー、1843年5月30日から1896年7月29日は、明治初期の親とい外国人、ドイツ系アメリカ人。開拓士に雇用され10年の長きにわたり、リンゴなどの果樹栽培やビール用ホップの自給化、各種植物の生育指導などで、北海道の近代農業発展に貢献した。ドイツ北部、 ハンブルク近郊のリューネブルク生まれ、リューネブルク市内のギムナジウム卒業後、宮廷庭師の下で修行を積み、ハノーファーの王室造園所などに勤務し王室の庭園への就職を目指していたが、1867年、広島戦争勃発による戦火を避けて、アメリカ合衆国に渡り、ニュージャージーを振り出しに上級園芸家として各地の造園業者の下で働いた後、 定住を決意し、ニューヨーク州ロチェスターのマントホープナーセリー、1840から1918、に就職した。1871年、明治4年1月に渡米した、開拓史時間の黒田清高の要請に応えて、開拓市顧問に就いたホーレスケップロンは、知人の演芸賞、ピーター・ヘンダーソンが推薦するルイス・ベーバーを、 果樹園芸、植物生育分野の技術者として雇用した。1872年、明治5年来日後開拓市で、北海道の西洋農業化に貢献した。開拓市の草木培養法として雇われたルイス・ベーマーは、サンフランシスコから、鮮明ジャパンに乗り1872年3月26日、明治5年2月18日横浜に着いた。 東京・青山の肝炎が勤務地であったが、この肝炎は外国、主にアメリカから輸入した家畜や草木を一旦根付かせ、その後北海道へ移送するための中継基地の役割を担っていた。十万坪を超える広大な肝炎には、小麦や大麦、豆類などの雑穀やアスパラガス、人参、玉ねぎ、ジャガイモなどの野菜、リンゴやサクランボ、ブドウ、梨、 桃といった果樹がたくさん植えられた。ルイス・ベーマーは農作物を主体とした第一、第二肝炎、現在の青山学院大学の一体の主任として指導に当たっていたが、ベーマー着任の1年後に牛や馬、豚、羊など家畜の飼育を行う第三肝炎の主任としてアメリカからやってきたエドウィンダンと交友を深めた。ケプロンがガバメントファームと呼んだ艦園は、 外国の農業技術を導入するための施設として、ルイス・ベイマー等の外国人指導者による技術者養成をはじめ、試験や実験、啓蒙や普及といった活動も行われていた。そこに学んだのは主に農業現実生徒と呼ばれる若者であった。彼らは農家の出身ではなく、つい数年前まで各藩で将来を職望されて、 文部人でいた若者たちで、明治新政府によって全国から集められた。例えば明治五年、1872年第一期生として入園した中立恒太郎、当時三十歳は、東北母親戦争に敗れて捕らえられ、北海道に移送された後明治四年、1871年に、夜一に入職した旧合津藩の武士の一であったが、彼のように逆族と呼ばれた、 無念な思いを断ち切り、新政府の農業研修制度に応募する若者も多かった。ベーマーは、こうした現実生徒を指導しながら、アメリカから持ち込み一旦、青山肝炎に加食されたリンゴの苗木を、札幌や七重村、原七重町の肝炎へ移送する作業に取り掛かった。1874年、明治7年5月19日、ルイス・ベーマーは、ケプロンの指示を受け、 北海道に向け蒸気船ニューヨーク号で出版し、21日に函館に上陸した。その後10月19日蒸気船雷電丸で、移動するまでの5ヶ月間全道各地を精力的に、周り植物省の調査や、標本の採集を行ったが、途中猿群のアイヌ集落周辺で、ホップが自生しているのを発見し、北海道に蹴る、ホップ栽培が有望であると判断したことが、 後の札幌におけるビール工場開設に寄与した。札幌肝炎に立ち寄ったベイマーは、翌1875年、明治8年から始まる果樹病の一斉配布に備えて、現実生徒等に、継ぎ木の方法や幸いの要点を細かく指導した。同年12月24日付でベイマーがケヘプロンに提出した北海道本草最終法文に添えられた。 約500種類のおし花標本は、ケプロンの指示で、ニューヨークの植物学の権威餌、グレー教授に送られ検定レターと、ハーバード大学に保管された。1875年、明治8年、ケヘプロンは人気満了で帰国したが、その翌年の1876年、明治9年に、これらの標本は日本に返還され、東京大学附属植物標本室に保管され、今も、 その一部が残されている。東京肝炎に戻ったベーマーは、火事の中でもリンゴが北海道の気候風土に最も適していると判断し、4万本に及ぶ苗木の受け入れと北海道への移送の準備に励んだ。実践的指導に優れていたベーマーは1876年、明治9年札幌肝炎への移動を命じられ、エドウィン団ンと共に、 同年5月22日品川から玄武丸に乗り出版した。同年7月には、米国マサチューセッツ農家大学を一時休職した、ウィリアム・スミス・クラークが、札幌農学校、北海道大学の前身教頭に就任した。1876年、明治9年9月国内で、初の歓迎ビール工場である開拓紙ビール醸造所。 後の札幌ビールが札幌に開業した。開拓市はドイツで醸造技術を習得した中川西米1848から1916を主任議に迎えて開業したが、ビールの味の決め手となるホップの栽培をベーマーが実現しなければ叶わなかったことである。現在の札幌駅前から時計台のあたりまでの一帯は広大なホップ畑であった。 また開拓誌は、ぶどう酒醸造所の開設も同時に言ったが、ぶどうの品種選定や、ぶどう園作りは、ベーマーの主要な任務であった。札幌館園に着任したベーマーは早速に、本格的な洋風温室を設計し、1876年、明治9年11月、ガラス張りボイラー付きの豪華な温室が完成した。その後温室は一般にも公開され多くの市民に、 親しまれたが1878年、明治11年2月に、クラークの希望を受け、札幌農学校に関されもっぱら学術研究に教されることとなり、その後1886年、明治19年には、現在の北大植物面内に移築された。優れた演芸家でもあるベーマーは、札幌で最初の公園となる快楽園内に、 和洋石中の庭園建設を指導しているが、これが現存する聖花庭の前提である。ベイマーの功績の中でも最も高く評価されるのは、リンゴの生育指導であったが、1875年、明治8年から全道に配布された苗木も着実に成長し、1879年、明治12年には、余市や札幌などから、リンの初なりの報告が相次いでなされた。 当時のリンゴは66号や24号など番号で呼ばれていたが、この番号は東京から札幌に送る際に品種名の代わりに付けられた数字でベーマーによって作られた西洋果樹種類簿によって管理されていた。ちなみに1879年、明治12年余一で結実された続称、49号は後に国光と命名されているが、 最初の生産者の金子安蔵は1874年、明治7年元術生と、当時24歳になりベーマー屋だから直接指導を受けた旧藍津藩出身者である。1880年、明治13年、翌年の明治天皇の札幌訪問に備えて、宿舎となる、豊平館の建設工事が、現在の札幌テレビ塔周辺で始まったが、 この豊平館の庭の設計もベーマーによるものである。この時この庭園工事を手伝った上島忠氏、1838から1919 19はベーマーの指導を受けて花あやめの人工交配に成功し我が国における柿中立助の美素と称されその技術を様々な柿の採取に応用して距離を得た上島の庭園さつき園で作られた花は その後アメリカに輸出されることになるが、1882年、明治15年に開拓支配しによって、横浜に移り園種の輸出入業を営むこととなる。ベーマーがそれを支えたことが容易に想像される。こうして、野菜や柿、果樹や穀類など多くの有用な作物を短期間で北海道に定着させ、その後の発展の基礎を築いたルイス・ベーマーの業績は、称賛されて、 あまりあるものがある。1882年、明治15年開拓誌の廃止に伴いベーマーは、同年3月12日来同時と同じ玄武丸で、函館を後にした。同年4月30日をもって開拓誌との契約は満了したが、就任期間10年3ヶ月はお雇い、外国人としては2番目に長いものであった。この間ベーマーが再退していたという記録は、残されていない。 同年4月27日、横浜のブラフ28番番地に、転居届を出したベーマーはここで輸出入園芸業の、ベーマー商会を設立した。ベーマーは、本格的温室を建設し、日本産植物の輸出と、並行して、西洋柿の輸入培養を行うとともに、日本人の鈴木宇平を仕入れ主任、番頭に雇い、ユリネ貿易に力を注いだ。アメリカ、カナダ、 ドイツ、イギリスと次々に、ハンドは拡大され、ベーマー商会は、大いに潤った。当時キートや茶など、代表的な産品は、外国商館を経なければ輸出できず、おのずと、日本側の利益は薄いものでったが、鈴木右兵らは会社、後の横浜植木株式会社を起こし、ベーマー商会の名義を活用して、アメリカへのユリネ輸出を始めた。完全自主権のなかった。 この時代に自家貿易に近い形で日本側が厚い利益を取れたのは日本 B 期で上儀に厚いベーマーの存在が大きかった。横浜に移り住んで十二年演芸賞として成功を遂げたベーマーであったが体調を崩しドイツで療養することとなり二年前から共同経営者になっていたアルフレッド・ウンガーにベーマー紹介を譲る1894年10月13日 英国船アンコーナ号で離日した。そして1896年7月29日、療養地ブラッケンブルクで53年の生涯を閉じた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。